4コーナー回って赤番のホーム、先端開いた金子隆がまずは中段東日本勢を抑えていきます。石丸博之に切り替えがないまま打賞前1コーナーから2コーナー、これを見てさらに上がっていく金子隆、今度は前段九州勢を抑えます。この動きに対応した4番車飯野、その飯野がジャン前から踏み込んでいきます。さあ前切った金子隆にゆっくりと抑えた飯野雄太、飯野がジャンから抑えて先行していきます。行かせて金子隆は中段狙いですが、石丸博之とちょっと4番手が絡む格好だ。しかしスローペースに切って坂本龍馬が追い出していく。さあ坂本が一気に仕掛けていきます。前はペースアップ、飯野雄太突っ張っていきますが、追い上げた坂本がすんなりと3番手、さら足の3番手になりました坂本龍馬。これは絶好の中段回り。あとは3番手大塚、後ろからようやく金子隆が仕掛ける。さあ金子渾身の仕掛けも3番手から坂本龍馬が合わせ込んでいく。最終バックを通過。さあ飯野雄太の逃げ、これを捉えた坂本龍馬が前段を捉える。追走3番の大塚、あとは2番の金子、切り替えた1番兵道、4コーナーから直線。坂本龍馬先頭だ。大塚健一郎追ってくるか。さあ大塚追い込んでゴール前はどうか。九州両者最後は人気の両者追い比べになりました。